こんばんは。こんばんは。おじいちゃんかと思った。どういうテンション？なんすか今日は。今日まあ何するかって言ったら、もっちゃんはいつものごとくアジングロッドでマイギングをすると。はい。で俺たちは Y 値を使って勝負をしていきたいなと。勝負ってことね。勝負すると。はい、なんか自信あるみたいな。最近の動画一切映ってこないでしょ。お察しください。その時点その時点で負ける気がしない。見とけよと、はい、大口叩いたけど。いや見とけよと、はい、スタートっすね。即抱きグリーン。フーミンとの対決なんでですね、ちゃちゃっとやろうかなと。はい、この金テープに赤このワイルドチェイスでいっていきたいと思います。でテンションね。うわー、塩はめちゃめちゃいい。もう最高。これ以上の塩はないよ。はい、ってことでなんかワイルドチェイス勝負らしいですけど、私3号駅までしか投げれないので、今回は王道のブルーポーションで戦います。久々のエギングなんで釣りたい。来ました。そこでした。久々のイカ。まあまあある。タモ取って、足一本。ちょっと待ってタモもやけど。よいしょ、アイゲット。まあまあ、よいしょ。はい、おいいサイズ来ました。王道のブルーポーション。はい、そこベタベタでしたよ。そこベタベタ。あ、そもえいっす。よかった今のパイプは。うまい。いや、ちょっとね、自分気づいたんですけど、今ショタの隣で売ってるんですよね。で、ショタのしゃくりをコピー忍者カカシで釣れるんじゃないかと。あと、あたりの取り方は俺の方がうまいんだから、しゃくりを同じにすれば、これ俺が釣るんじゃないかとカカシしていくから。ハヤトレッドブラック、ベッタベタまで落とします。今入ってきよるっす、塩の。フミもっと左にキャストして。はい、多分そっちの方が絶対いい。え、マジ？うん。え、変わろうか、じゃあ俺。いや、俺そっち投げようか。いや、ちょっとショタンの言うことは信じよう。あの、釣ってますんで。見る目がないって言われて確かになって思ったんで、ちょっと僕左に投げますね。ショタさんの言うこと聞いて。全然変わってほしいぐらいの塩。いや、いいです、僕左に投げます。元から左好きなんですもんね。これはいいでしょう。これいいサイズでしょう。いいんじゃないでしょうか、このサイズは。ランディングでいけるか。よいしょい。ゲッチ。これは良きサイズじゃないんでしょうか。600ぐらいはありそう。ちょっと後で計測したいと思います。1ページですね。とごめんなさい、名前がボトムベタベタやったっすね。ボトムベタベタ、よかった。よいしょ。味まだなんや。そっか、前こんじゃちょっと前に持ちた話した
シーバスなら釣れますよみたいな話したんや。そん時からもうずっとついとるんや。足入ってきないんや。うん、よし来てる来てる。あー、落ちパクやった。ちょっと待って、マジでやっと来たね、ふーみ落ちパクやん。ちょっと、もっちとハジングの話してたらよかったね。ほら、ピカピカしてる、喜びのピカピカが海のタモ入れ。はい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 、おー、いいサイズ。はい、おめでとうございます。アベレージぐらいですね、今の、うん、すっごい真っ黒。ナリさんとベロベロ、ナリさんとの動画、いやいや、初イカちゃんとしたイカね。うわ、嬉しい。 めちゃめちゃ通い寄った後に、うん、おめでとうございます。よかったよかった、いいいっぱい。ブルポロ吸ったんで、最強ムラチで。払い出してる塩があるので、それに乗せてギャンギャン流せということでした。来ましたよ、釣れてます。はっ、バリ楽しそうだけど、そのロットまあまあ走ったよねえ。お、いいサイズなんじゃないの。寄ってこーねえ、足一本前、一本や。あ、ほら、反転あるよ。よいしょ、まだ髪寄るけん、ほらちっちゃ、その駅、その駅の方が気になるわ。 2.55 です。うわ、ガチガチしよる。やめて、それ新品ムラチないけどありがとうございます。出会いみたいです。マジうざい。ふみんこっちよ。で、向こうでネチネチしよっけんね。バコバコするやん。おはようございます。いやー、いいサイズです、こっちも。いいサイズ。立派なオスイカです。イエーイ。子供。うざー。よし、来た。ああ、いやー、いい。はい、今も当たり取れませんでした。まあ今からですね、練習していきます。減量タイムですよ。おい、ちょっとショタこっちよ、減量タイムするよ。見るから見る、ゼロっすね、はい、800っすね、ぴったり800。800、結構大きかったもんね。イエーイ、ペックしてないっていうね。1760…20…1.76、うん、はい、よいしょよいしょ。825何杯入ってるんですか。2杯ですね、2杯。ちょっと待って、んだ、負けたやん。あれあれやってる25。やってるやってる。それね、どやれるとかどうなのってなるけど、まあいいけどまあそうなるよね。納得できるサイズだったから全然いいんですけど、とか言って内心悔しいでしょねえ、今度ボコる、絶対ボコってやる。あ、じゃあ1位2位、どめね、一切負けた気持ちではありません、大丈夫ですどうやったっすか、ワイチは。あ、なんかでも熊木の方は、うん、ちょっと今までちょっとドラグ硬くしてたんですよね、うんうん、で結構ガシガシしゃくってたんですけど、ちょっとドラグ緩くした方がいいんじゃないってちょっと初端にアドバイスもらって、
それからちょっとなんかイメージ変わったかなっていうのと、うんうん、まああとはテンションホールできるだけ取り入れたりしてみたり、うん、いろいろ試行錯誤しながら、まあ、徐々に慣れてきたかなっていう感じで今日無事825こっちみんなもっちはもう安定のムラチェグルポグルポムラチェグルポムラチェ、まあ、安定のカラーですよね、うん、やっぱエギオのエギオ最強いやそれは1位なんでまあ今日ね目標やったらキラップはね、はい、なかなかまだあですね、うん、まあまあ、まあ、でも1月中旬でこんだけ釣れるのは嬉しい、うんうんうん、サイズもいいし、うん、今季は期待できるかなとそうっすね思います。はい、まあ、初対買ったつもりでいますけど初対1番最下位じゃんやっぱりって思う人は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたまた。Mm-hmm.